SNS とかで自分の子供が成人した時用に10年以上見返したいんだけど、どんなお酒がいいですかとか、どうしたらいいですかって、よく見かけるんですよね。まあ、そういった興味のある方々のために、火入れしたお酒が元々のお酒のタイプによってとか、貯蔵の条件、冷蔵庫であるとか、冷暗所、まあ、そういったものでどう変わるかっていうことを少し解説したいと思います。こんにちは、井出です。富田です。今日は寿司くんはちょっとお酒が飲めないということで、撮影係に回ってもらってます。富田さん、これね、僕が住んでる町で、ここのお店にも置いてあるけど、 DY 大吟醸っていう新酒タイプの熟成してないやつ、そう、菊姫さんの大吟醸が家のちょっとね、僕も詳しくあんまりちょっとその人の説明分かんなかったんだけど、とにかく10年以上経ったのが家から出てきて、飲めるのかってお酒のことを聞きたいって言って、ちょっと会った時にね、聞かれたんですよ。飲ませてもらったんですよ。お酒別に腐るもんでもないし、ちゃんとね、栓も開いてないし、日光にも当たってないってことで、じゃあ味見させていただきますって味見したら、すごいね、なんか偶然でしょ、偶然なんだけど、すごい素晴らしい熟成感だったんです。常温？冷蔵庫じゃないです、冷蔵庫ではないです、で僕はこれはもう売ってる商品とかにもない味だし、たまたまできた味だから貴重なもんで素晴らしいもんだから、もうぜひ飲んでくださいって言ったら、教えてくれてありがとうって言ってくれたんですよ、僕いいのにって言ったので、せっかく貴重なのにって言ってちょっともらったんですよ。でまず見てほしいのがこの色ですね。綺麗ね、このなんか薄い山吹色、黄金色っていうんですか、それ白いんだ。ああ白いですね。寿司くん見えてますか？映ってる。あ、映ってます。いい、まあこの色がね、また美しいんですよ。じゃあ富田さん、ぜひ、ちょっと味見を。私でいいんですか？うまそうだな。もちろん寿司くん、うわ、これちゃんと撮れてる、はい、これすごい綺麗な色、色してるっすね。うわ、うまそう。透明感のある。お土産にあげる。え、本当ですか？本当本当。じゃあ、いただきます、香りは？香りはね、優しい、ちょっとなんだろう、少し蜜を連想させる香り、けどお世辞じゃないけど、菊姫の吟醸家って本当邪魔にならないよね。だからこの冷蔵庫じゃ、冷蔵庫ではない、ちょっと熟成感も感じさせる、でも温度は高すぎないっていう感じなんですよね。だから本当に、いや素晴らしい、偶然にできてます。キレもあるね。偶然にできた味で素晴らしいですよってことであれなんですけど、まあ今日は火入れしたお酒、まあ生酒はちょっとね、熟成の仕方が火入れのしたお酒と違うんで、今日は火入れしたお酒で、今僕も SNS とかで自分の子供が成人した時用に10年以上見返したいんだけど、どんなお酒がいいですかとか、どうしたらいいですかってよく見かけるんですよね。まあそういった興味のある方々のために、火入れしたお酒が元々のお酒のタイプによってとか、貯蔵の条件、冷蔵庫であるとか、少し冷暗所、まあ日光はね、お酒の熟成にとって大敵なんで、それはちょっと前提として、冷蔵庫なり自然の温度、まあそういったものでどう変わるかっていうことを少し解説したいと思います。まあこのね、癖の妙をまず楽しんでからお話したいと思います。いいね、いいでしょこれ、すごくいいね。寿司お土産にあげます。今日はカメラよろしくお願いします。うち酒屋してるでしょ、お客さんからやっぱそういう問い合わせの電話、僕もね、仕事で受けたことある。以前もらったから、飲めますっていう話、で生ですかって言ったら、やっぱ火入れの生はね、ちょっとあんまり進めないけど、冷蔵庫に入ってなかったとかって聞くと、生はあんまり進めないけど、とりあえず腐らないんで、とにかく海鮮してね、なければね、あと海鮮してなくて封が閉まってるなら腐らないんで、とりあえずお腹痛くもならないから、口にしてみてうまいって言ったら飲んでください。そうそう、僕も昔よくそういう電話ね、ちょっと電話出てって言われてね、社内の人に説明するときは大体似た感じでしてます。そういう説明はしてる、はい、じゃあ富田さん、それを飲んでいただいてから次のお酒をちょっと、ほん
なにいい、しながらやりたいと思います。いや贅沢ですね。またやっぱそのいやこれ普通のダイキンとは全然違うんでしょ。その普通に今、ね、市販で出てるダイキン醸との味わいとも全然前もちょっと喋ったけど、うん、お酒ってやっぱね甘さって必要なの、うんうんうん、この甘ったるいんじゃなくて、うんうん、あの上質な甘さは、うん、上質な甘さは、うん、この甘さなんちゅうかな、蜜みたいな、蜜を連想させる甘さ、うん、なんか水で薄めたこう上品、上品ちゅうかね、さらっとした甘さ、うん、蜜、うん、はい、そうなんです、いいです。じゃあ次、ここに濁り酒という商品が2つあるんですけども、これは寿司くんが金色隊さんというお酒屋さんでね、菊夢の濁り酒が冷蔵庫で最初から寝かして、うん、しかも価格がそのままで売ってるのがあるんだよって聞いて、うん、これ見て、これ、うんうん、10年寝てるんですよ。10年寝てるんですよ。それがあの冷蔵庫で、で僕はその話を聞いてすぐ寿司くん買ってきてください、行くことがあったらって言って買ってきたもんだったの。でこちらはあのご視聴ありがとうございました。チャンネル割烹寿司日本酒 YouTuber の方もよろしくお願いします。お願いします。